12分ぐらいで大体わかるマイナー兵器解説始まるよ。今回は韓国初の国産戦車 K1 を解説していくよ。コメントだと K2 を予想したオタクくんが多かったけど、 K2 の基礎になった K1 も重要だと思ってのチョイスだよ。さて本編に入る前に一部のオタクくん向けに話しておきたいことがあるからちゃんと聞いてね。この動画はお笑い韓国軍動画じゃねえからな。そういうの求めてるやつは今すぐ画面閉じろよ。さて時は1970年代初頭、韓国陸軍は M60 などの新型戦車を求めていたよ。というのも仮想敵である朝鮮人民陸軍が多数の T62 を所有していると情報部が判断したんだ。実際北朝鮮は1976年から国産型 T62 であるチョンマホの生産を開始したから、情報部の判断はある意味正しかったと言えるね。当時の韓国陸軍の主力戦車は M47 と M48、 この2両は火力防御力ともに T62 に劣り旧式化していたんだ。韓国はアメリカに M60 のライセンス生産権を要求したけど、アメリカはこれを拒否し M48 を S3 仕様にするアップグレードキットを供与しただけで終わるよ。ちなみに S3 仕様はエンジンをディーゼルエンジンに換装し FCS を新型にした仕様で、肝心の防御力と火力は変わってないよ。そのため韓国政府は西ドイツ企業である KMW と接近、レオパルト1をベースにした新型戦車開発計画を立案し、署名寸前まで話を進めたんだ。これを知ったアメリカは政治介入を行い、計画を白紙化。代わりに、米韓共同で戦車を開発するロキト事業を提案するよ。同時期に北朝鮮が T62 の国産化に成功したこと、レオパルト1では早々の陳腐化が否めないことから、1975年7月にパクチョンヒ大統領がロキト事業に合意したことで計画が始まるよ。ちなみにこのロキト事業の中には M48S3 と A5 の独自改良型の開発とノックダウン生産計画も含まれていたらしく、78年4月に S3K 80年より A5K の改良生産が行われるよ。さて国産戦車の開発は M1 イブラムスのメーカーであるクライスラーディフェンス社が担当。 M1 をベースに朝鮮半島に適した戦車として設計が進められるよ。1979年に発注された試作車2両は83年に完成、84年から各種試験を実施。試験の結果、アメリカ製ディーゼルエンジンは何度も炎上事故を起こすほどの欠陥が判明。 FCS やトランスミッションにもいくつかの欠陥が見つかるよ。しかしクライスラーディフェンスを買収した GDLS 社は試験結果を玩無し、85年に生産された初期量産型5両は試作車とほぼ同じ仕様で完成するよ。しかも高仕様照準ペリスコープの製造元であるヒューズ社はライセンス料を2倍にすることで韓国での現地生産を諦めさせるよ。足元を見るとはまさにこれだね。これら対応に韓国人技術者たちは当然激怒。ドイツ製ディーゼルエンジンとトランスミッションをライセンス生産し、高仕様照準ペリスコープも米韓共同で改良する計画に署名したよ。こうして改良された試作車は86年2月に韓国軍に入り、87年4月に K1 の名称で量産化が承認され、9月より韓国国内での量産が開始されるよ。この量産化承認の際、当時の前ドファン大統領により、ソウルオリンピックの開催を記念して、パルパル式の愛称が与えられたよ。さてここで K1 戦車の性能を見ていこうか。全長 9.71m、車体長 7.47m、全幅 3.59m、全高 2.25m、全尾重量 54.5 トンと、元になったエイブラムスとそんなに変わらない大きさと重量なのがわかるね。車内は韓国人の体型に合わせて小型化されているけど、M48 シリーズから機種転換した戦車兵からは、居住性の面で不満が出たらしいよ。まあ、M48 と比べて前方が1メートル低くなったから当然の話だよね。主砲に 105mm ライフル砲である M68A1 を装備し、搭載弾薬数は47発。また同軸機銃と装填仕様ハッチに M60D 7.62mm 機銃を1丁ずつ、射長ハッチに M2 ブローニング銃機関銃1丁を装備するよ。地味に歩兵への殺意が高くない？そりゃ朝鮮人民軍に兵力で圧倒されているからね。それに後方に浸透した特殊部隊との遭遇戦も考えられてると思うよ。主砲はロイヤルオードナンス L7 のアメリカ生産型で、基本性能自体は L7 と変わらないよ。特筆すべきは K1 と M48A5 兼用に国内開発した各種 APFSDS 弾の運用が可能な点だよ。初期に配備された K270 弾は 2km で 370mm 相当の近視圧延装甲を貫通可能。現在配備中の K274L 弾は 2km で 510mm の貫徹力を持つよ。 FCS はジェネラル
ダイナミクス社製の16ビットデジタルコンピューターを採用。これのおかげで正確な射撃はもちろん、装甲艦射撃も可能なんだ。高使用照準ペリスコープは、前述したヒューズ社製の GPSS を採用。だけどこれは信頼性が低く、複数カ国の部品を使用しているから部品供給に問題があったよ。そこでサムスン電子が、テキサス、インストゥルメンツ社製の GTTTS を国内でライセンス生産。91年より製造が始まった後期型から GTTTS が装備されたよ。だけどサムスン電子によるロビー活動、試験結果の改ざん等が判明し、追加の改良作業が必要になるなど、コストを跳ね上げる結果になったよ。だけど GTTTS のライセンス生産で、韓国は戦車用照準機の生産ノウハウを確立するよ。他にも、社長席に装備された独立型パノラマサイトのおかげで、講師と社長がそれぞれ別目標を補足するハンター、キラー能力を有するんだ。これは初期型の M1 イブラムスにはない能力だったんだ。ただし野戦能力には問題があり、GPSS はサーマル機能がなし、社長席にも赤外線暗視装置がないから、携帯式暗視装置で野戦する必要があるよ。エンジンはドイツ製1200馬力ディーゼルエンジンを採用。トランスミッションは前進4速、後進2速のオートマチックだよ。このディーゼルエンジンのおかげで設置 65km 毎時、不設置 40km 毎時の最高速度と 500km という良好な航続距離を有するよ。操縦もオートマだからもちろん楽だね。また前2個と一番後ろの天輪が雪圧式だから、タス3度からマイナス7度の前後姿勢制御ができるよ。防御面では、車体全部と後頭全部にアメリカ製複合装甲を使用。また空間装甲を多用することで、ヒート弾対策と重量軽減を両立しているよ。最大装甲圧は均質圧延装甲換算で500ミリ相当と、開発当時としては十分な装甲圧だったよ。だけど現在では、朝鮮人民陸軍が保有するプルセサンの貫徹力は最大1000ミリだし、RPG-7 用のタンデム弾頭も開発されているから、防御力が不足しているね。自動火災探知、消火装置とブローアップパネルを装備してるから、ある程度は被弾に強いと思うよ。他にも NBC 防護装置と陶器用ヒーターを装備。ただし NBC 防護装置はフィルター式で、乗員はガスマスクを着用し、チューブを使ってフィルターで越された空気を吸う仕様だよ。つまりエアコンがないという、当時のアメリカ軍兵器にありがちなクソ仕様だよ。開発当時は今ほど地球温暖化が進んでないから、問題視されてなかったのかな。さてここまでで見たように、K-1 は第三世代主力戦車としては無難に仕上がっていて、朝鮮人民軍の主力戦車である D-62 を圧倒する性能を有していると言えるね。そのため K-1 の量産は最優先事項となり、1986年から1997年までに1027両が生産。砲術する K-1A-1 の生産数である484両を合わせると、1500両以上の K-1 シリーズが生産されたよ。ちなみにこの数には、装甲回収車といった派生型は含まれてないよ。現在では全ての第一線部隊が K-1 シリーズかゲッツを装備。2009部隊で使われている M48A5K も、2025年頃に退役する予定だよ。戦車を開発する国はもちろん少ないけど、自国製戦車で統一できた国はもっと少ないから、これは快挙と言っても過言ではないと思うよ。いやロシアから手に入れた T-80 いるじゃん。あれはプレス採用だから脳幹だろう。ここからはそんな K-1 の派生型を見ていこうか。まずは K-1 前期型と K-1 後期型だよ。戦車は445両、後者は582両が生産されたよ。両者の違いは搭載する高使用照準ペリスコープで、前期型が GPSS、後期型が GPTTS を装備するよ。見分け方は正直よくわからないよ。次は K-1 のアップグレードモデル、K-1A-1 だよ。よく失敗作と言われるけど、朝鮮人民軍の新型戦車に対抗するため、開発は必然だったと言えるよ。というのも90年代頃に、朝鮮人民軍が複数の T-72 を入手したという情報が諜報部からもたらされ、T-72 に対抗できる戦車が必要になったんだ。当初は一から新型戦車を作る予定だったけど、予算不足で頓挫し、K-1A-1が生まれるよ。開発時、部品国産化率を 67% に向上させたおかげで、外貨を K-1 より節約できて、アジア通貨危機の最中でありながら本社の量産が認められたんだ。地方をアメリカ製120ミリ滑降砲のライセンス生産型である KM256 に換装し、FCS を国産の32ビットデジタルコンピューターに更新。複合装甲、高使用照準ペリスコープも国産化に成功したよ。地方を120ミリ滑降砲に換装したことで800ミリの装甲貫徹力を獲得したけど、
代償として搭載弾薬数が32発に減少。おまけに人力装填のままだから装填士の負担がやばいね。だけど改造は主砲と FCS の乾燥程度にとどまったため、射重は3トンの増加に抑えられて、機動力の低下はビビたるものだよ。まあ防御力据え置きなのは問題だけどね。次は K1E1 と K1H2 だよ。これはオーバーホール時期の来た K1 と A1 を大改修して、C4I システムや前後方向監視カメラなどを追加装備したものだよ。K2 の国内配備数が削減されたこともあり、この改修で戦力の底上げを目指すよ。この改修作業はほぼ完了しつつあり、現在ではより発展型の E2 や S3 仕様への改修が予定されているよ。改修内容は字幕を見てね。最後は架橋戦車型の AVLB、戦車改修型の ERV、戦闘工兵車型の K600 があるよ。どれも K1 シリーズを運用するには不可欠な装備だね。ちなみに AVLB はヒーターすらないという噂だけど、真偽は不明だよ。最後にまとめと K1 の今後について話そうか。K1 はアメリカとの共同開発ではあるものの、部品含む国内生産に成功した最初の戦車だったよ。さらに K1 の生産で得た技術ノウハウは、K2 の開発につながったよ。1500両以上生産された K1 シリーズは、韓国陸軍の屋台骨と言っても過言ではないね。ただし、数が多いせいで後継者の更新がなかなか進まないという問題があるけどね。特に K2 がパワーパックでいろいろとボタボタしていること、国内配備数が減らされたこと、ポーランドとの大口契約が控えていることから、韓国国内の配備が遅れ気味になると思うよ。それに朝鮮人民陸軍がクルセサンといった近代的対戦車ミサイルの配備や、ソングンホ、M2020 といった新型戦車の開発を続けているため、K1 シリーズの大改修は必要だと断言できるね。兵器の仕事の中で一番重要なのは、相手と同じ性能を有して抑止力を作ることだよ。どっかのメッシュ王のように、核のコレクションをバンバン使うのは愚策だって、孫武藤岡本太郎も言ってるよ。なのであと数十年は、K1 シリーズは韓国の国防を担い続けると思うよ。今回はここまで。もう4月も終わりが見え始めたから、次回もアジアの戦車をやる予定だよ。いいね。高評価、マイリスト、チャンネル登録してくれると嬉しいな。それじゃまたね。